おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もゆるく頑張ろうね。もうゆるくじゃないとさ、ね、大変だから。ね、これはピーマンを細切り。人参もね、細切りにするよ。今日はね、目覚ましより早く、3時40分頃目が覚めました。極端よね。ギリギリ5時に目が覚めたりさ、3時40、まあ、遅いよりいいかって感じ、私はね。早く目が覚めた方が、3時台ならまだ許せる。そしたらね、ウインナーに切り込みね。ね、ちくわを縦半分に切って、カニカマ半分に切るよ。そしたらちくわの焼き目を内側にして、カニカマを乗せて、くるくるくるっと巻いて、巻き終わりを両サイド、爪楊枝で留める。反対側、もう半分も一緒ね。そしたらこれをさ、合体させて、でね、真ん中からパコンと半分に切るよ。で、鶏胸肉は薄めのそぎ切りにするよ。そしたらね、軽く塩コショウね、裏表ともぴゃーっと振る。でね、小麦粉をまぶすよ。これも裏表ね、ガーッとまぶす。そしたらね、後から卵液の絡みも良くなるからさ。でね、卵液の分量はこれです。もうさ、気がつけばね、昨日日曜日だったよ。8月最後の日曜日だった。ねえ、この前さ、8月が始まったばっかりと思ったら、もう今日は28日。もう今日を入れてあと4日。だよね。28、29、あと4日で8月も終わり。あっという間に過ぎていく。本当にね、なんだろう、せわしなく去っていくね。まあほんと早い、時の流れが早すぎて私はついていけないような、あたふたとついていってるような、もうほんとあっという間だね。ああ、早いわ。でね、まだまだこの残暑も厳しくて、毎日暑くて嫌になる。もう9月いけんかすればさ、10月ぐらいまで暑いよね。だから私、去年もどっか10月末、11月頭ぐらいまでクーラーをつけてたような気がするんだけどなぁ。なかなかこの暑さも和らがない。和らがないって言うよね。確か。でね、今日の卵焼きはもう簡単に塩昆布。もう塩昆布は味もついてるしね。よかだしも出てうんまかからさ。で、熱中症予防にもよかって言うしね。もうこれでね、卵焼きも出来上がりだね。そしたら今度はね、なんだこれ、くるくるカニカマちくわとウインナーをただ焼くだけ焼くだけね。このさ、梅しそもうまいよね。さっぱりしてね、ちくわのね。で、ごま油を熱して、ピーマンとちくわじゃなかった。間違っちゃった。ピーマンと人参を炒めるよ。見えてるものなのになんで間違うかね。すぐ困っちゃう。そしたらね、分量はこれね、これも簡単。でね、ピーマンとか人参が苦手でも、これはね、わりかし美味しく食べれるよ。もうこれ炒め合わせても出来上がりだね。これピーマンと人参のごま炒めができた。そしたらもうね、今度はさ、あれを焼くだけ。あれなんだ、鶏さんをね、卵液にくぐらせてさ、焼く。もうたっぷりつけてね。このカレー味と卵がまたよく合うこと。そしたらね、これは片面1分半焼くよ。で、裏返してちょっと焼き目がつけすぎたけど、まあ気にしない。焼き目もうまみだからね。でね、卵液は2度漬けする。このさ、ピカタは2度漬けが絶対うまいからね。でね、卵がさ、鶏むね肉の水分をキュッて閉じ込めてくれるから、しっとりおいしく食べられる。でね、もう残った卵液をもうピャーって回しかけるよ。でもうこれもね、あと1分半ずつ裏表でさ、表1分半、裏1分半、もう3分ね、両方で焼く。もう卵液に火が入れば出来上がり。これでね、鶏胸肉のカレーピカタもできた。でね、今日はおにぎりは市販の五目ちらしの素と、前作ってさ、冷凍してたね、鶏そぼろはキッチンペーパーでね、水分をね、キュッキュッキュッって取ってる。で、これね、ダイソーのミニ俵型。お弁当のサイズにちょうどいいのよね。なんかね、売ってるダイソーと売ってないダイソーとあるみたい。この3個のね、ミニ俵型はね、お弁当に重宝するサイズで、海苔をペタンと貼り付けて、おにぎりはね、縦詰めにするよ。そしたらね、バランで仕切って、このバランもさ、ダイソーとかセリア行くたんびに見るんだけど、去年は売ってたのに今年は売ってない。多分もうこれで使い切ったはず。ストックはなかったと思う。後から見てみないとね。で、卵焼きは断面が見えるように詰めて、カニカマのこれ何？くるくるちくわはさ、立てかける感じね。で、カップを敷いて、ここになんだったこれ、ピーマンと人参のごま炒め。そしてカレーピカタも立てかける感じで詰める。でね、隙間にウインナーをキュッキュッて詰めるよ。そしたらミニトマトをのっけて、今日のお弁当の出来上がり。週初めのお弁当はね、鶏胸肉のカレーピカタとか、あとこれなんだ、鶏そぼろのね、五目おにぎりの出来上がり。あれでしたか。最後まで見てくださりありがとうございます。